ファイセラス・イクセカーペ・トマティオヨ、トマティージョ、トマティロは、ナス科の植物、およびその小さな球状の緑、または紫がかった果実である。学名は、ファイセラス・フィリデルフカ、和名はオブドウ法好き。メキシコでは、トマティオヨは、トマテベルデと呼ばれ、メキシコ料理に欠かせない食材である。トマティオヨは、西半球で栽培される。 その名前と異なりトマトの一種ではないが、同じナスカである。トマティオヨは、額から形成される、薄い殻に覆われた果実である。果実が熟すると、いっぱいに膨らみ、殻を割って収穫される。殻は茶色になり、果実は、熟すると黄色、赤、緑、または紫色のいずれかになる。トマティオヨは、 ラテンアメリカ料理の新鮮なまたは調理したグリーンソースの主材料である。殻が新鮮で緑であることが品質の基準である。果実は硬く明るい緑色のものが高品質であり、緑色と酸味がこの果実の特徴である。トマティーヨの他の部分には毒性があり、食用にならない。トマティーヨは自家不和合成である。熟した新鮮なトマティーヨは冷蔵庫で、 約2週間保存できる。殻を取り除いた果実を保存袋に密閉すると、冷蔵庫でより長く保存できる。丸ごと、または薄切りして凍らせても保存できる。トマティーオは、英語で、ハスクトマト、ジャンベリー、ハスクチェリー、メキシカントマト、グランドチェリーとも呼ばれ、他のホーズ月属の品種を示すこともある。スペイン語では、トマテデキャスケラ、トマテデフレイシディア、トマテミルプロ、 トマテベルで、トマティヨメキシコ、ミルトマテ、または単に、トマテと呼ばれる。トマティヨは、緑のトマトと呼ばれることがあるが、緑の熟していないトマトと混同しないこと。アッサム語でポクムという、ありがとうございます。